もうなので今までだともう100以上登られてるんですか。だからまあ二十歳で登山始めたけど100、あと60か70ぐらいですね。さすがですね。もうマッターホルンってこの含めていろいろと。やっぱ甘いものは山の上では食べますか。食べる。とにかく休み短時間。甘いものですか、うん。やっぱり甘いものは食べた方がいいですね。やっぱりそうなんだ、甘いものは。おにぎりとか炭水化物系取ります。あ、おにぎりも持ってきますね。ドリンクはどうですか。甘いドリンクですか。ドリンクはお茶とかですか。これかポカリスエット。水。あ、水かポカリスエット、うん、水分ってのはじゃあやっぱり本当に大切なんですね。無理にでも取った方がいいぐらいのイメージなんですかね、どっちかというと。無理にってのは、まあ、私は分かんないけど。ええ。そっか。水分と。水分がないと、もうすぐバテますよ。バテますか。バテますし。ナスラス脱水症状になるから。なるほど。釣っちゃう。ああ、そうかそうか、釣りますね、水分がないと。酸素どのぐらいまでいきます。あ、今だともう64まで下がりました。あ、そうですか。50代はいかないですか。あ、で今65ぐらいまで下がったら呼吸法を変えてます。あ、そうですか。呼吸法しないとやっぱ下がります。下がりますね。もうちょっとどんどん今60。ちょっとやつも回復すんな。ちょうどよかった。これから打ち合わせで、会社の、セミナー打ち合わせウェイボー行って、それからもう一軒打ち合わせ行って帰ります。順応してきたかな、もしかして72。ああ、もう不正も順応したかな。今日はなかなかいい感じでしたね。なんだ 6000m、もしこれが慣れてきたんだったらすごく嬉しいところです。142、今日は150だ。今ふと思ったんですけどね、まあ三浦さんは片足5キロ、後ろに20キロ背負ってやるんですけど、まあそれを習って自分は今片足重りで2キロ、靴が多分1キロぐらいなので3キロで、後ろは12キロかな、10キロなんですよね。まあ大体半分。自分を思う長所は素直に何でもとにかくやるってことかもしれないですね。まあその分間違いもいっぱいあるんですけど、本でいいと書いてあれば実際にやる人の方が少ないのかな。よし、頑張ろう。今日は150回往復しました。150回。